いろいろね話したいことあるんですけど、いいかな、テロップとちょっとウェルカムコメントのチェックしてなかったよし、されてますね。はい、エンタメかありがとうそう、月刊エンタメさんの大事なことやから大丈夫ねありがとう。リラックマ懐かしい世代、でも結構リラックマって今でも、これ何周年かの記念なんですよね、あれか20周年くらいね記念なんだっけ。可愛いよねリラックマ、私好きですよ、黄色い鳥が好きそう、月刊エンタメさんの撮影してきました、ラビリンスのグラビア企画の、ありがとうございました、改めて髪型ね、これそう巻いてるんですよ、久しぶりに撮影で巻いてもらったので、撮影で自メイクじゃないから、メイクさんがしてくれたメイクのままですそうだからなんかいつもと全然違う感じ、そう前髪とかも、でも前髪すごい伸びた気がするお疲れー、ありがとう、かわいい、ありがとう、いずちおさん。そう3月30日に発売でーすいずちおさん、あきさんありがとう。メイク、そうメイクはね全然違う、私アイシャドウ普段公演の時でも塗らないんですけど、そうね塗ってるんですよっていうこととかも話したいな。あ、黄色い鳥だ、ありがとう、あきさんコキンさん、ハートありがとう。そうそうなんですよ、そうなんかね本当にありがとうございました、改めてグラビア企画そう本当ね、なんかみんなの力がなかったら本当にグラビアっていうものに挑戦できなかったと思うし、そうですね、もしかしたらそういう機会が回ってこなかったかもしれないし、なんか嬉しいです本当にすごい楽しかった、なんか最初はガチガチに緊張しちゃってたんですけど、そう本当に楽しくてね、そうカメラマンさんとかその周りにいるスタッフさんの方とかがすごいほぐしてくれて緊張を、そうなので可愛く撮ってもらえたと思います。としおさんありがとう、黄色い鳥そう本当にみんなのおかげです、ありがとう。発売されたらアンケートお願いになっちゃうんですけど、またアンケートを書いてくれると次につながる可能性がすごく高まるので、もしよかったら1ミクロンでもいいと思ったらアンケートとかも書いてほしいです、お願いします。まあまだね発売来月だからあれですけど、そうとても重要になってくるので、そうみんなでお願いしますつけ麺さんありがとう、くまちゃんあリラックマか、くまちゃんじゃないあくまはくまかそうアンケートはね、そうそうなんです、たくさん買ってたくさん書く、あらありがとう、じゅんちゃんかわいい、ありがとう、どうも。しんさん、あ、ありがとう。リラックマ、むーちゃんさんもありがとう。三体、ありがとうございます。書きます、ありがとうございます。そう本当にね、結構侮れないものというか、そうみんながこうやって機会をくれてグラビアをするっていう私の夢だったグラビアの。ね、叶えてくれて、それを一度きりで終わらせたくないので、はい、
よろしくお願いします。ぽっちゃんさんかわいい、ありがとう。そうなんかね、すごいなんだろう、オフショットを載せていい時期が来たら載せまくりますね。そうすごい本当に可愛く撮ってもらえたと思います。すごい楽しかった。でも本当なんかなんだろう、最初はそう緊張してたっていうのもあって、あとその私そういうアイドル雑誌みたいなのを出るのって加入した時にボムさんに出してもらった時以来なんですよ。そのグラビアというか、まあそうそうなんですよ。雑誌ってもう予約できるの？あ、なんかアマゾンとかだったら予約できる気がする。そう、シャーンさん、さんありがとうハート。オフショット来るならメール取るしか。そうですよ、メールもね、この巻き紙だけじゃないやつもあったりしなくもないかもしれないので、はい。なんか本当にすごいなんか可愛い可愛いって言われながら撮ってもらえて、そう嬉しかったですね。パルパルさんありがとう。リラックマありがとう。ラクマ、そうなんですよ。なんかなんだろうな、ちょっとネタバレになっちゃうな、これはなんて言えばいいんだろう。でも本当に楽しくて、そう次またもう本当にこれはなんだろう、嘘とかじゃなくて心の底からなんか次は次もグラビアまた自分の力で、はい、したいなって思いました。そうもう月刊エンタメの撮影した、そう楽しみすぎて3月30日まで寝られません。 OK です。頑張ってください。我慢大会ですね、睡眠我慢大会です。頑張ってください。そう本当にね、みんなどのカットが使われるかとかは私もちょっとまだ分かってないんですけど、そう未公開カットとかはね、フォトブックになるので、ぜひそちらもよろしくお願いします。もう紙に穴が開くくらい見てください。そうなんかすごいね、褒めてくれたんですよ。そう何着くらい来たの、それは言っていいのかしら。でもみんなが好きそうなのも来た。しんさんありがとう。コリラックマそう好きそうなのというか、なんか定番みたいな感じの来たかな。うん、もうなんだろう、虫眼鏡でこう太陽が当たってる時にこう紙に当てると穴開くじゃないですか。そのぐらい みんな見てください。そう保存用と鑑賞用と飾る用とお願いします。グッチーさんありがとう、いいね、どうも。慎太郎さんありがとう、クリラックマ。いいね、ありがとう、伊豆千代さん、目からビーム出すわ。そうですね、そのぐらいの勢いでみんな見てください。まあ穴を開けてしまったらね、また買い直してくださいね。でもそうね、
そう、あのグラビアって本当にどういうものか分かってないというか、まあその詳しい人に話は聞いたんですけど、そう、まあ、実際自分が現場に行ってどういうのを行動をすればいいかとか分かんなかったので、そう全然もうしどろもどろって感じだったんですけど、最初はそうネイルもしたんですよ、してくださったの。なんか分かりにくいかな、そうゴリゴリのネイルじゃないんですけど、そう分かります、ちょっとピンクでラメ入ってるんですよ。あ、こっちこうやれば白いから分かるかな、すごくないですかこういうのもすごい嬉しくてえ、ネイルもするんだって思って、なんかそうメイクしてもらうっていうのもすごい貴重な経験じゃないですか。でネイルもね、そうなんかピンクでなんか青っぽいラメが、そうこうやってあの光が入るとちょっとラメラメになるやつ可愛いでしょ。そうそうなんです、だから指先にも注目してください。ゆうさんありがとう、3体全部ありがとう、似合う、ありがとうじゅんちゃん可愛いでしょ。そうすごいと思って、なんかそうこのネイルした後にもなんかネイルの上にスプレーみたいなのかけて、すごい早く乾くようにもしてくださって、そうなんですよ、すごいなって思った、へえと思った、ネイルするんだって思ってあ、たかちゃん、かまなしさんありがとう、3体全部いとちおさんリラックもありがとう、しんたろさんもリラックもありがとう。そうなんですよ、マンボジュニアさん黄色い鳥ありがとう、速乾スプレーとかあるんだ。そうなんかね、そう本当にネイルって結構1時間はいらないかな、でも結構時間置かないとあれじゃないですか、乾かないんですよ、ベタついちゃうから。でもなんか普通にシューってやったら、そうもう乾いてたんですよ、すごいよねパルパルさんありがとう、リラックマと黄色い鳥どうも。そうそういう乾かすのね時間かかるんですけども、本当に1分くらい、1分かかってないくらいで乾きましたよ。そう、そういうのもあったし、そう探してみようかな、そう私も探してみたいと思ったし、ネイルどこのか聞けばよかったなって思ったそう私が欲しいなって思ってた化粧道具とかも使ってくださって、なんかはぁーと思ったもう持ちも良くなりそう、そうすごい嬉しいそうそういうのも含めてね、なんか本当に なんて言えばいいんだろうね、もう本当に新鮮な体験がもう盛りだくさんって感じで、すごい楽しかったプロのメイクさんの技術すごそう、いや本当にすごいですよ。そうでも私ね、メイクねして、あ、240日だ、ありがとうございますどうも。そうメイクしてもらう時にね、私眠くなっちゃうんですけどね、そうなんかでもそれもまた体験できてよかったなって思ったし、そう、まあ、最初にな緊張してたって言ったじゃないですか。でなんか生写真みたいにやっぱりなっちゃうから、グラビアってなんか結構動きながらみたいな感じで撮影するんですけど、そうなんか後半になるにつれて、そのなんだろう、スタッフの方とかがちょっと長野慣れてきたじゃんみたいな言ってくれて長野動くねって言われてね、すごい嬉しかったです。最初はなんかカチカチみたいなさ感じだったんですけど、もう長野が動いてるって言われてそう他の二人とのショット、ありますあります。でも衣装がちょっと映っちゃってるから
そう、私のはあれかな、乗せていい時が来たら乗せる。そう、スタッフさんの掛け声いいねってプリオがすごい泣いてる。すごく気持ちが楽になりそう。そうなんですよ、なんかもうあのね、可愛い可愛いってもうずっと言われてて、なんかそう、あ、その角度いいねとかすごい言ってくださったし、なんか佐々木希さんみたいだねみたいなのも言われて、えっと思ってちょっとなんかその時すごいニヤってしちゃったんですけどそう、あとね、よかったです、すごいなんか、あ、もう今私もしかしてって思ってさ、掛け声もうコールみたいな感じですねね、でも本当にそうやって緊張ほぐしてくださったし、とすごい本当にもう本当貴重な経験だった。なんかね、最初はこうポーズ取る時となんかすごい噛んでる大切なところで、そうポーズ取ることに必死だったんですけど、そう自然ともうどんどんなんか楽しいっていう気持ちがだんだん強くなってって、そう撮影できたしってプリオも言ってますうなちゃんありがとう。なんだピンクのなんか妖精みたいなやつ、ありがとう発売楽しみね、ほんと楽しみ。自分でもそう撮影したね、オフショットというか、まあ普通に撮影したやつをね全部撮らせてもらいました。そうパソコンのデータのやつをグラビアってポーズきつくて筋肉痛なるらしいって聞いたけど、どう？あーでもなりそうかもなんだろうな、なんかあでも筋肉痛になるかもしれないけど、なんか足つりそうって思っちゃったそう足とかね、足の甲、足の裏をねつりそうになっちゃいましたねうなちゃんありがとう。なんだろうこれは、いちごみたいなやつとか、ありがとう。あとリラックマもありがとう、うなちゃんあまだアマゾン予約できなさそう、あありがとう教えてくれて。もう私も今日発売日とかを知ったのでね、はい、そうなんですよ。なんかすごい、あとねなんかボディークリームみたいなのも塗ってくださって、そうすごかった本当にそうおーおーっていうのがもう続いたって感じサピーさんありがとう、全種類ありがとうございます。博多の細麺さんありがとう、全3体どうもです何ページぐらいあるの、え、どうだろうな、それはちょっとわからないんですけど、そうどれが選ばれるかもちょっと私もね分かってないからあれだけどね。顔のやつどうやったら送れるんやろ、顔のやつ、顔ん話聞いてるだけで幸せ、あらー昨日の公演で天使呼びました。天使といえば、公演といえば、明日花さんの生誕祭です。ちょっと話飛んじゃうけどよろしくお願いします。明日はね、あの開演時間違うんで、あのお気をつけてください。18時半です、明日は。そう、あの5時開演じゃないので気をつけてねよろしくお願いします、盛り上げますフフ顔のギフトチャレンジのところにあります4、お
チャレンジからチャレンジってとこで リラックマギフト、リラックマってなんか噛みやすいねギフトもらえます。そうなんだ、明日劇場行きます。あら、お待ちしてます。一緒にお祝いしましょう。あ、デンさんありがとう、黄色いトリとコリラックマ、ゆうちゃんさんもありがとう、リラックマ、じゅんちゃんもありがとう雪見大福さんもありがとう、リラックマ、ゆうちゃんさんもありがとう、黄色いトリでも私ね、そう、全然ちょっと話グラビアから飛んじゃうんですけど、そう、リラックマ結構好き。リラックマとカオルさんっていうね、アニメなのかな、アニメっぽい、なんだろう、ドラマではないけどアニメドラマみたいなやつがネットフリックスにあってね、そう、それが好きですっていう小話でしたあのネットフリックス入ってる方ぜひ見てください。多分まだ配信されてた気がする。ゆずちおさんありがとう。これはなんだろう、お花かな、ありがとうなんか聞きたいことありますか今日のことで。でも本当に楽しかったそう、楽しすぎて余韻ひたひたって感じ。聞いてもいいんですか。いいですよ。パヤの店員さんありがとう。黄色い鳥、カナリアさんもありがとう。3体全部どうしてそんなに可愛いんですか。メイクしていただいたからですでもそう、本当に私がちょっとそのなんだろう、メイク道具とかまあ見るじゃないですか、ネットで。そう、これ使ってみたいなって思ったやつを使いたいですって言ったわけじゃないけど、使ってくださって、あ、こういう色味なんやって思ってね。そうそういうのとかもね、あったり。どこで撮ったの、それは秘密そう、普通にね、なんかまあ秘密な場所と普通にビルみたいなところとかかな。ゴリーナさんありがとう、リラックマとコリラックマ、カナリアさんもハートたくさんありがとう、ハート畑や、うなちゃんありがとう、黄色い鳥どうも、あ、リラックマもありがとう。そう、勉強になることね、すごいもうたくさんでしたね。そう、やっぱそう、すごいね、ポーズがねなかなかに。そうだから私も私もというか、私写真集見るのが好きなんですよ。グラビアがもともと好きだから写真集集めてたじゃないですか。そう、それをね、もう前日ね、昨日もうそれこそ本当に穴が開くくらい見てね、勉強して挑んだので、はいカッさんありがとう、3体全部チユさんもありがとう、ジュンちゃん、パン屋の店員さんありがとう、しどうも。どんなポーズだろうねちょっとね、セクシーな感じのポーズも頑張ってみたりとかしたかもしれないです。一山さんありがとう、星うなちゃんも、ああありがとう、3体全部3体でいいのかな、リラックマって呼び方ねねさんのポーズ、それはごめんなさい、してないですこれでしょ、なんかちょっと全身映ってないから、あ、映ってないかさすが可愛いとセクシー担当私のボツになったキャッチフレーズねこのポーズしたいなんてポーズあったの。あ、でもね、そういうのはあって、そう、こういうのだとちょっと漏れるかもみたいなのがあってね、
それはちょっと頑張った使われるかわかんないけど、でもあの未公開カットはねちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、そうフォトブックとかもあるので販売ではなかった気がする。初めてみやびちゃんのオンライン握手会行く？あら待ってるね大丈夫だよ、私が話しまくるのでつけ麺さんありがとう、3体全部どうも。なぜ小声、大切なところはなんか小声にしときました。付属はねしないかな多分。そうでもすごいなんかグラビアってこんな感じなんだなって思った。なんか大変っちゃ大変だったけど、でもまた挑みたいなって思ったもう最高って感じですね。そう気持ちはメールで結構長文で書いちゃったんですけど、そう読んでくれてたら嬉しいですうなちゃんありがとう、あいちごだごちーハートもありがとうそうかな。肩の細麺さん5番ありがとうまたイベント協力できるようにラビリンス続けてる、あーありがとう嬉しいそう嬉しいですね本当。アイムドーナツが羨ましかったです。そう差し入れでねアイムドーナツいただいたんですよ。知ってます？アイムドーナツって東京のすごいもう本当にディズニー並みに並ぶドーナツ屋さんがあるんですけど、そう本当に美味しかった。そう昨日の夜から朝もうご飯抜いて、でお昼はウイラーは飲んだんですけど、あれは飲んだキレートレモンのなんか一時的な顔のむくみを軽減させるみたいなのがあるんですよ。そうあれって疲れとるやつが多いじゃないですか、クエン酸入ってるやつ。そうあれのなんかねむくみを取るみたいなのがあって、そうちょっと前に発売されたと思うんですけど、そうそれをね飲みました。でも本当に顔のむくみが軽減されたような気がしたそうん、アミタカさん、あ久しぶりありがとう、3体全部。イズチュンさんブラボーありがとう、うなちゃんもありがとう、リラックマどうもそうあとねなんか耳をほぐすといいっていうのも、なんかここ耳の下ってリンパが溜まってるっていうじゃないですか。そうだからそこを刺激するといいらしいんですね。だからね普通の紙ゴムをねこう耳にかけるんですよ。こう輪っかみたいに普通に通して、そうするとむくみが取れるっていうのをネットで見たんで、それもね家出るまでつけてた。でコルセットもねつけてるとくびれるからいいよっていうのを聞いて、そうね取る直前までつけてましたね。そうあ落としますそれやってるそう結構ね有名になってるやつ。そう専用のねなんか耳にかけるやつもあるらしいですよ今って。うん、でも良かったですね、アイムドーナツも食べれたしそうなんかねすごいもう本当にたくさん買ってくださってて、で持ち帰っていいよって言われてね持ち帰っちゃったそうなんです。
そうでも今まだ食べきれてないからね、冷凍してある。いいでしょう。そう1時間並んでくださったんだって。と思って、もうそんなありがたやって思って。ピスタチオが美味しいみたい。あーピスタチオね、私苦手なんですよ。そう味ねたくさんあった、本当にあの買ってくださってて。そう私ピスタチオのねあのスイーツ系ちょっと苦手なんですよ。ナッツがねあんまり得意じゃなくて、アーモンドは大丈夫なんですけど、カシューナッツとかが苦手なんですよ実はね。だからね選んだのはね、あんまり味の種類ちょっとちゃんと合ってるかわかんないんですけど、なんかプレーンみたいなやつとイチゴのチョコみたいなのがかかったやつとかな選んだ。もう美味しかったです。もう本当に楽しかった。サティンさん、あーありがとう。なんかすごいリラックマたちが浮いてった。ありがとうございます。リラックマ畑。オフショットとかはねもうめちゃくちゃ撮ったんで、お待ちくださいね。あーサティさんまたありがとう。リラックマどうも。もういい経験できた、本当にもうありがとう改めて。もうすごいよかった。待ちきれないね3月30が。早く見れるのかな私たちって。早く見たいな。いちうまさんかわいい、ありがとう。うなちゃんもありがとう。いちごごちハートもありがとう。先に見れるか。緊張しちゃうね。なんか自分がなんかすまし顔みたいなのまあするじゃないですかね。写真集じゃなくて生写真とは違った、なんか生写真ってこういうのとか多いじゃないですか、ニコみたいなね、アイドルみたいなのが多いけど、そうグラビアってちょっと違うじゃないですかね、なんか雰囲気が、なんかその自分を見るのがちょっと恥ずかしいかもしれない。あ、母さんありがとう。これはピンクのクマちゃん、ありがとう。おー、みんなに見られるんやで。キャー。でもそれは嬉しいです、みんなに見られるのは嬉しいですよ。だってねえねえ、そのために頑張ったし。私が代わりに先見ましょうか。じゃあよろしくお願いします。あー販売イベント、どうだろう、そういうのはまだ聞いてないかな。でもあったら嬉しいよね。なんかあれですよね、月刊エンタメさんのあの表紙に自分の名前載るじゃないですか。そうなんかそれもすごい嬉しい。ね、そう今なんかちょっとネタバレみたいなの言いそうになった。
感慨深くなって泣いちゃう泣いちゃうの涙拭いてあげるよ。すごいよかった、嬉しくて。いや本当に私もなんかその全部撮り終わって、まあ、帰るじゃないですか。その時になんか寂しくなっちゃって、なんかもうこれでグラビア終わりだったらどうしようって思ったり不安になっちゃったのもあるし、そう楽し本当に楽しかったからなんか終わっちゃったのが寂しくて泣きそうになっちゃったでも泣いたら迷惑かかってまうって思って、目こうやってもう開いてね乾かしてましたねそうちょっと上向いてね乾かしてました。ビーパップさんありがとう、だるまちゃんどうもアネビームなんか言ってましたか。でもねなんか可愛いって言ってくれましたよそこでアンケートですね。そうアンケートよろしくお願いします。そうまた呼ばれたいのでよろしくお願いします。私も書きます、自分で自分で書いちゃうなんかすごい本当になんかなんて言うんだろうな、そうもう本当に優しく接してくださってね、スタッフさんメイクさんとか衣装さんとかも、そう本当に衣装とかもすごい考えてくださったし、そうよかったですああ撮影後に花もらえるイメージ、ああなるほどね。アネビームも可愛い、まあ可愛いよアネビームは。ねえ。保存用と鑑賞用で最低2冊いける。たくさん、みやびだけにね、38枚とか。プレゼント用のチェキとか取った？あ、取っちゃったりしたりなんだりかもしれないですねプレゼント応募とかあるんかな？あるかもしれないですよそうチェキもね、私そうチェキ取られるのがね、最初の頃結構苦手だったんですけど、結構自然体でいけた気がしなくもないかもみたいなサイン付きどうだろうもうあるって言ってる、あるとは言ってないですよ。どうですかねってことですよ。そうそうですねいやまだポロリ発言はしてないから。まあいろいろお楽しみにしててください。サイン入りって言ってた。はい、そうです。サイン入りです。他でバレとるそんな知らなかったまあそうです、あります。そうチェキ、そう本当にね苦手中の苦手だったんですけど、そうもう本当にどこ見ればいいのかまず分からなかったんですよ最初。本当にもうチェキ取ってもらうのが初めての時とかって、でもそう漏れたのもあります
そうレンズがねどこか分からなくてね、そうなんか知らない方向を向いてるチェキが、最初の本当に加入したての頃の、まあ、ラビリンスのチェキとかではあったかもしれないんですけど、そう今回はねちゃんと目線合ってるので、はい、よろしくお願いします。のチェキってね、そうレンズねちょっと分かりにくいんですよね。そうカメラみたいにこう丸いのがもうこうもうカメラですみたいなところがあるかはね、そうあやふやみたいな感じだから、うん、お楽しみにしててください。それもチェキ漏れ、あでも漏れた。そうメイクしていただいたのもあるかもしれないけど、そう漏れた気がします。本当に今まで撮ってきたチェキの中で一番漏れたんじゃないか説が浮上しております。だってボツになったというか、私が選ばなかったチェキはね持ち帰りましたもん。クーマークさん、ありがとう、3体全部。どうも。ともちゃん、ありがとう、ハート。ハートバテキや。どうもどうも。持ち帰れるんや。そう、何枚か取ってくださって、その中から何枚か選ぶって形だったんで、そう。たくさん撮った、そうたくさん撮った、でたくさん持ち帰った。持ち帰ったのはここでプレゼントですか。今ならなんと15分以内にお電話いただいた方にはありません。しててください。電話しそうになったやん。私の電話番号にですか。私の電話番号は電話番号流出ですね。あマーキュリーに。ちょっとやめてもろってね、動揺しちゃうから。奇跡の一枚はあった。でもなんか全部が奇跡の一枚って感じに撮ってもらえた気がする。はいって感じですかね。そう自分でもねお気に入りのショットがあってね、ちょっとそれ使われたら嬉しいなーって感じのもある。チェキってその場で出てくるタイプやった。あーそうね、選んで画像できるやつ。あー携帯とかねってこと。そうそれもねあったかな。うん、ちょっとどこまで行っていいのかがわからないので。もう本当によかった。口滑らしちゃったら危ない。そうよ。お楽しみにですからね。まああと1ヶ月後ぐらいでしょ。そう言うてね、言うてもうちょいっちゃもうちょいだからね。
そう、同じね、そうチームのね、K4 の2人と一緒っていうのもすごいいいですよね。そう、もうやってそんなにめちゃくちゃ発売が後ってわけじゃないんですよ。わあ、旧チームは3人バラバラ。あー確かに、おーすごい、意外と撮影早かった？そうかな。でも結構ね、凝ったのとかもあったりなんだり。あ、今年で大学卒業なので、で卒業祝いで当たるといいな。え、当たれビーム、当たりました。つけ麺さん、あ、リラックもありがとうございます。どうもどうも。そう、撤収の時間とかがねあったからねって感じかな。でも本当にたくさんね、そうちょっと髪の毛の雰囲気何回か変えてもらったりとか、そうそう、いろいろでした。片野そんめんさん、ありがとう、ハート、どうもどうもどうも。かな。あ、バラもありがとうございます。疲れ様です。どうです、そうですね、みやびちゃんを公園で見るなら上手と下手かな。おすすめは、え、でもここ点はまあね、どのポジションかはその時の楽しみなんですけど、今までのだったら、まあこれまでやってきたのだったら、どっちだろう。でもまんべんなくいってる気がする、ここ点って。でも、うーん、私が立ってるステージの なんだろう、私から見て、上手が多いかな。うん、な気がする。でもそんなに下手もいかないってわけではないような。アンコールはでも上手かな、ほぼ。でも下手行ったりね、まあ、まんべんなくですね。の次こそはね、あれですね、どっちも行ってた気がするね。結構ね、移動とかが多いから、そう、移動で上手行ったり下手行ったりとかもあるし、あ、ちょっとなんか全然違う方向だった。何の曲か忘れたけど、みんなで一列に広がるところすごく綺麗だった。どれだろう、一列で広がるの何個かあるからね。でも嬉しい、ありがとう。そう、移動といえばダッシュポイントあったよねって。あ、ドガはね結構移動しますもんね。そう、ダッシュポイントがねあるんですよね。そう、あれはねかなり、でもね、リハでね、あ、100年もね、ダッシュしてますけど、
不毛はね、あれはもう走ってる時の顔見られたくないくらいかな。だから安定しててすごいちょっとありがたいって感じもある。でも安定してても顔って見えちゃうからねそう。でもあれね、本当にしおり先生もリハでなんか私めちゃくちゃもっとダッシュしてて、そうなんですよ、もうはみたいな感じでダッシュしてたから、そうあれでも近くしていただいたんですよ。そう本当に、そう100年もね、私がもうガチ中のガチのダッシュをしてたんでね、近くしていただいたりとか、そうめっちゃ見とくちょっとやめてもろて、不毛だけはねちょっと本当にあまり可愛くない顔かもしれないのでハヤ着替え慣れた？そうね、ジャケットでしょ？そうジャケットね、まだまだですね。うなちゃんありがとう。なんだろうこれ、お花みたいなやつ、ありがとう。あとハートもありがとう。ハートダッシュ、ハートダッシュって言っちゃったちょっと混ざったハート畑ありがとうございますハートダッシュって曲名みたいになっちゃった。空飛ぶコリラックマ、おおおお、ダッシュに引きずられとるでも本当にね、そうなんですよ。人生相談でなんかチャーンみたいな感じでちょっとおしとやかに終わるじゃないですか。で不毛でもう結構バッて曲調が変わるじゃないですか。だからもう人生相談の時にもう終わりかけのチャーンみたいな音の時に私もう心臓バックバックになってて急がな急がなって思ってくるって思ってね、ちょっと身構えてますねいつも DMM 見直しとくいやでもそんなめちゃくちゃね変な移動ではないのでねでもなんかリハとかでもね、そうやってダッシュのところとかが多いから、そう多くやってたから、なんだろう、なんか足が速くなった気がする鍛えられたかなそう自分で意識せず鍛えられた気がします。そうもうトレーニングですねあ、あさってお休みなのでここ展の初日 DMM で見ます。やっと見ます、感想待ってます。でも本当にみんな昨日のね公演の感想とかもありがとうございました。そう感想聞くの本当に大好きなので、そうみんなの感想を書いてくれたやつスクショしてるんですよ。そうありがとうございます。明日もね、まあお祝いたくさんしましょう。200回目の訪問、おめでとうございます。今着てる服かわいい、あらありがとうドレスじゃないよ、ただのね、ただのって言ったら全然洋服ですよ。そうこれがねリボンみたいにできるやつでねそう下はねスカート履いてますね。ちょっと椅子に座ってるからあれですけど、手書きの感想、そう書いてくださってる方とかもいて、そうめちゃくちゃ嬉しかった。本当そうもう
どれだけ長い感想をもらっても本当に私めちゃくちゃ嬉しいのでね、お待ちしてます。ん、白熊さん黄色いたりどうも。昨日ターンのキレが良くてかっこよかった。どこだろう。嬉しい。そう、あとなんだろう、これ一番難しいなって思う曲ある？でもやっぱ不毛ですかね。でも慣れてもう体に染み込ませてしまえば、そうですね、あれはいけるけど、でもむずいね。あ、45分、早っ。タカさんありがとう。だるまちゃんどうも。それじゃあ壇上読みます。13位の方から、あ、待って、また変なところしちゃった。うん、読みます。13位はチェジンヨさんです。12位はタカちゃんカモナシさんです。11位は博多の細麺さんです。10位はイズチヨさんです。9位はネモネモンさんです。8位はパン屋の店員さんです。7位はカナリアさんです。6位はジュンちゃんです。5位はユウさんです。4位はクロクマさんです。3位はサティさんです。2位はイチウマさんです。そして1位はドゥルンドゥ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 ンバン、うなちゃんでした。おめでとうございます。のすし初の1位じゃないですか。しかもお着替えしてくれてるじゃん、アバター。サンキューサンキュー。書きます、のすし。なんか書いてほしいイラストとかあったらコメントしといてください。よろー。おめでとですし。まあね、あれですね、まあグラビア撮影っていうのがね、まあ今日あったじゃないですか。そう、まあすごいみんなからね本当にいただいた貴重なね経験をさせていただいて、そう、まあ恩返し、まあ、軽い恩返しというか、そういう意味でのちょっとはっきりしててって感じか。ちょっと創作になっちゃったかも。あ、でもうん、あ、じゃあちょっと字が潰れちゃった、ごめん。できた。 OK。 ちょっと待ってね、画面ずらしちゃった。はい、ドデン、おめでとうございます。あ、もうちょっと近くかな。わかります、コリラックマって書いてあります。なのでコリラックマです。でお寿司持ってます。ありがとう。私関連のツイートしてくれてて嬉しいです。いいねしちゃった。そう、今日ジャンプしてますね。キノコちゃうわ。おめでとう。ありがとう。いえいえ。もう焼き？おめでとう。癖強いのがたまらん。よかった。そう、まつげはねパッチリしました。
女の子だからね、コリラックマ。うまい、お、ありがとう。よき、あ、ありがとうございます。おめでとうございました。こんな感じ。コリラックマでした。おめでとう。壇上に上がってる皆さんもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。本当に改めてグラビア企画協力してくれてありがとうございました。すっごい本当に最高な撮影でした。ありがとう、お疲れ、ありがとう、じゅんちゃん、伊豆千代さんもありがとう、本当にありがとうございます。ぜひお買い求めください。アンケートもよろしくね。それじゃあおやすみなさい、バイバーイ。